Here you see a mural entitled The Last Judgment, allegedly painted by Michelangelo Bernini. A god drawn in the center of this mural, and number 77 is written below him in human letters. 77 means Christ, according to Jewish gematria. So, then, who is that Christ?Michelangelo Bernini has left another strange painting. Generally, the picture is titled The Battle of Cascina, but it also writes 77, 50, 27 in human letters. Also, deciphered in Jewish gematria, we can read that Christ is biblical Cain. In other words, if you connect these two facts,It will be like this. What is depicted in the mural of the Last Judgment is Cain Christ. I'm sure these two murals and their painting are the messages that God himself left to humans. In other words, it is a definition of God himself that God himself wanted to convey to us humans.I would like you to confirm this fact, first of all, before you view the following video here as well. Thank you very much. ミケランジェロ・ヴァルヌティが描いたとされる最後の審判と題された壁画です。この壁画の中央に一人の神が描かれていますが、その下に一文字で77と書かれています。77はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればクライスト、救世主を意味します。ではそのクライストとは誰なのでしょうか。ミケランジェロ・バルノティはもう一枚奇妙な絵画を描き残しています。一般にはカッシナの戦いと題された絵ですが、その中には77、50、27と書いてあります。同じくユダヤのゲマトリアで解読すると、キリストは聖書でいうところのカインとなります。つまりこれら2つの事実をつなげるとこうなります。最後の審判の中に書かれているのはキリストのカインですとです。繰り返します。キリストのカインですとです。これら2枚の壁画と絵画は神自身が人間に残したメッセージであると私林浩司は考えています。つまり神自身が人間に伝えた神自身の定義、神自身の定義ということになります。それを皆さんにもまずしっかりとここで確認しておいてほしいと私は思っています。広志林、浜松シティ、ジャパン。これらの事実を重ねて考えるとこういうことになります。つまり最後の審判と題された絵の中に表現されている神はキリストイコールカインということになるわけです。カインですね。その証拠がカシナの戦いの絵ということになるわけです。キリストは聖書でいうところのカインということになるわけですね。そして最後の審判をしている神はカインということになるわけです。ところがカインというのはですね、その上位の神、はっきり言えばエイリアン種の神によって作られた人間種の神ということになるわけです。その神がですね、つまり人間種の神が人間自身の審判をするなどということはありえないわけです。なおかつカインは人間の救世主ということになりますよね。キリストは聖書でいうところのカインですと、まあそうあるわけですから、その救世主である人間種の神のカインがですね、人間を、つまりは最後の審判をしてですね、そして人間全体、一回こっきり人間全体の審判をしてですね、まあ人間全体を存続させるか、あるいは
滅亡させるかなどというような審判をするはずがないわけです。ここが重要ですね。となると、あの絵は何かということになりますと、右下にハルマゲドンの絵が表現されています。つまりあの絵はですね、最後の審判ではなくて、その審判の結果起こるハルマゲドンを表現したものだということになるわけですが、ここで大きな問題にぶつかるわけです。何故にと言いますか、ミケランジェロはあのシスティナ礼拝堂の壁画の絵をですね、最後の審判としたかということです。理由は簡単です。あの絵を描いたのはミケランジェロ・ブラヌティ自身ではないからです。つまりミケランジェロ・ブラヌティ自身もですね、あの絵が何であるか知らないままあの絵を描き与えられ、そしてそのまま自分で判断してそれをですね、自分の絵として発表したということになるわけです。あるいは神がそのミケランジェロにあなたの名前で発表しなさいというように仕向けたのかもしれません。ともかくもミケランジェロ自身はですね、その絵の内容を何も知らないままあの絵を最後の審判として発表した、イコールミケランジェロ自身はですね、その絵が何であるか知らなかった、イコールその絵はですね、ミケランジェロ自身が描いていなかったということになるわけです。そのように解釈していくとですね、ミケランジェロの絵の、矛盾、いろんな矛盾があります。そうした矛盾も、解決できるということになります。つまりあの最後の審判の絵は最後の審判の絵ではなくて、その最後の審判の結果として引き起こされるハルマゲドンの絵ということになるわけです。もう一度繰り返します。つまりミケランジェロ自身は何も知らないままその絵を描き与えられ、自分の頭で考えて判断してあの絵を最後の審判と題して発表してしまったということになります。そして神秘の絵の中に描かれている左の赤い太陽のように見えるものは、実は太陽ではなくて核兵器の爆発の様子を示したものであるということになるのではないでしょうか。が、そう考えることは人類にとっては誠にもって恐ろしい話
話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすといいますか、原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは今から500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。I always felt like I'm not from this generation, I just live in it. Because the way my mindset differs from the majority, you would think I come from a different dimension. That's why I keep things to myself, because a lot of people just won't understand me. Keanu Reeves。キアヌ・リーブズはこう書いています。私はいつも今私が住んでいるこの世界からやってきたのではないような気がします。なぜなら私の心は大多数の人たちとは異なっているからです。だから私は物事を私の中に留めておこうと考えているのです。なぜならたくさんの人は私を理解することはないだろうからですと。たくさんの画家たちが異次元へのドアウェイを自分の絵の中に描き込んできました。パブロ・ピカソはゲルニカの中に、アントニオ・キャンピはキリストという絵の中に、そしてミケランジェロはシスティーナ礼拝堂の壁画の中に描いてきました。大変興味深いことは、これらの画家たちはイエス・キリストがいるこの世界とは別の異次元の世界をその向こうに描いていたということです。パブロ・ピカソのゲルニカの中の松明を持った神に注意してください。そしてミケランジェロのやはり絵の中には光線を放つ神が描かれています。アントニオ・キャンピの絵の中に描かれている神もイエス・キリストとは別の神ということになります。
題して、異次元に続く3つのドアです。第3話はミケランジェロのシスティーナ礼拝堂の壁画です。When the moon is in the seventh house and Jupiter aligns with Mars, then peace will guide the planets and love will steer the stars. This is the dawning of the age of Aquarius, the age of Aquarius, Aquarius, Aquarius. Harmony and understanding, sympathy and trust abounding,No more forcefuls or derisions. Golden living dreams or visions. Mystic crystal revelation. And the minds to revelation. Aquarius! Aquarius! 月が第7球に入り、木星が火星と並ぶとき、平和が惑星を導き、愛が星々を包むだろう。その時こそが水瓶座の時代。そう、まさに水瓶座の時代。調和と理解、憐れみと信頼。そこには偽りもあざけりもない。神秘的でクリスタルな神の啓示。そして心は真に解放される。水瓶座の時代、そう、まさに水瓶座の時代。カペラ・システィーナの壁画にこんな奇妙なものが描かれています。右下に注意してください。一見すると何か松明のような火が燃えているように見えますが、私林博士はこれは異次元に開いた穴と理解しました。そうです、異次元に開いた穴ということになります。その穴の向こうには何やら人物らしき人が立っています。頭に注意してください。この人物の頭に注意してください。何やら光線のようなものが伸びています。そうです、その光線はアメリカの自由の像の光線と酷似しています。つまりここに描かれているのはプロメテウス、エア、延期ということになります。その証拠にこの赤い丸で囲んだ部分に注意してください。これは鎖に巻かれたプロメテウスを表していると私林博士は解釈しました。右がそのプロメテウス像です。鎖に注意して比較してみてください。プロメテウスは人間に知恵を与えた罪により天界から追放され、堕天使として地上に落とされます。その鎖を表現したものと私は解釈しました。そしてこの水色の部分に注意してください。はっきりはしませんが、ここに角のようなものが描かれています。そうです、ヤギの角です。そのヤギの角は言うまでもなくバフォメットのシンボルとなりました。つまりバフォメットイコールプロメテウス、そしてイエス・キリストへと
その精神はつながっていきます。カペラ・システィーナのこの最後の審判の絵は、一人一人の人間に対する審判ではなく、人間、さらに言えば人類全体の審判を示す絵ということになります。つまり人類全体がアルマゲドンを通して審判されるということになります。それを現世の世界とするならば、その向こうに天の、そして平和と愛に満ちた人間の世界があると、1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して、その心を私たち人間に残したということになります。Wikipedia English writes that some Christian denominations consider the second coming of Christ to be the final and eternal judgment by God of the people in every nation, resulting in the glorification of some and the punishment of others. The concept is found in all the canonical Gospels, particularly the Gospel of Matthew.Christian futurists believe it will take place after the resurrection of the dead and second coming of Christ, while full preterists believe it has already occurred. キリスト教徒たちの中には次のように考えている人たちがいる。キリストが二度目に現れるときは、すべての国において神による人間の最終的かつ永遠の審判が下される時であると。そしてそれはある者たちにとっては栄光となるが、またある者たちにとっては罰となるものである。この考え方は全ての教会法による福音書、特にマタイの福音書の中に見られる。ヨハネの黙示録の予言が成就したと信じている人たちによれば、すでにそれは起こっていると説く人たちもいるが、キリスト教の未来学者たちによれば、死者の復活とキリストの第2回目の再来の時に起こるだろうということである。広瀬林、浜松市ジャパン。ミケランジェロ・ボナノティとアントニオ・カンピがほぼ同じ頃、それぞれの絵画の中に最後の審判、そしてそれに続くハルマゲドンの様子を絵画の中に描き込んでいました。中央がミケランジェロ・ボナノティの最後の審判、そしてハルマゲドン、そして右がアントニオ・カンピの最後の審判、そしてハルマゲドンということになります。が、これら2枚の絵は
神による人間に対する計画なのでしょうか、それとも警告なのでしょうか。今日はそれについて考えてみたいと思います。検証を続けます。アントニオ・カンピはユダヤ教徒、もしくはイエズス会、もしくはフリーメイソン、あるいはイルミナティのメンバーであったと考えられます。ハンドジェスチャーに注意してください。中指と薬指をくっつけています。シグナム・マラーノ、つまり隠れユダヤ教徒のハンドサインです。
そして神秘の絵の中に描かれている左の赤い太陽のように見えるものは実は太陽ではなくて核兵器の爆発の様子を示したものであるということになるのではないでしょうか。がそう考えることは人類にとっては誠にもって恐ろしい話ということになります。つまり1500年後のイエスはルネッサンスの時代に現れて、そしてアントニオ・カンピという操り人形芸術家を通して私たちに深刻かつ重大な警告を与えたということになります。つまりこの絵はですね、まさしくハルマゲドンの様子を表したものということになります。そしてそのハルマゲドンを起こすといいますか原因となるのが実は核戦争であるということになるのではないでしょうか。つまり1500年後のイエスは今から500年ほど前に人間に対してすでにこのような警告を発していたということになります。もう一つ別の考え方として、こうした最後の審判、そしてそれに続くハルマゲドンを、つまりは神の予言として捉える考え方です。が神は予言などしません。神が口にする言葉は計画、つまりプロジェクト、あるいは警告ということになります。続いてファチマの第三の秘密について、こんな恐ろしい証言もあります。それを次に紹介します。World War III would begin in the Middle East in 1995with an invasion of Israel by a United Arab nation using conventional weapons, which would culminate in a nuclear holocaust in the year 1999. Between 1999 and 2003, most of the life on this planet would suffer horribly and die as a result. The return of Christ would occurin the year 2011.20世紀初頭にはファティマの聖母事件が起こり、何万人もの目撃者が奇跡を見たことを証言した。その事件では以下のような予言が語られた。もし人類が邪悪から戻らず、キリストの足元にひれ伏さなかったなら、この惑星は自己崩壊し、目次録にある出来事が実際に起こるだろう。
世界平和の計画と1992年に始まる偽りの宗教を携えて世界統一を果たす一人の子供が誕生するだろう。1995年頃、彼は邪悪で実際は反キリストであると人々は見極めるようになるだろう。1993年に通常兵器を使用するアラブ連合国がイスラエルに侵攻して第三次世界大戦が中東に始まるだろう。その通常兵器は1999年に核のホロコーストへと最高潮に達するだろう。1999年と2003年の間にこの惑星上のほとんどの生命は致命的に損害を被り、その結果死に絶えるだろう。キリストの再来が2011年に起こるであろう。このファティマの預言事件が宇宙人によるものである疑惑があるとして調査を行った結果、アメリカ政府は預言が宇宙人によるものであると断定した。宇宙人たちはそれは真実であると証言した。宇宙人たちは異種混合、つまりハイブリダイゼーションを通じて人間を生み出し、宗教、悪魔主義、魔法、魔術やオカルトを通じて人間を操作してきたのだと説明した。さらに宇宙人たちはタイムトラベルができ、予言で語られた出来事が実際に起こるだろうと述べた。宇宙人たちはキリストの十字架の貼り付けを表すホログラムを見せ、それはフィルムに撮られた。彼らの証言が信頼できるかどうかは不明である。ウィリアム・ミルトン・クーパーによればですね、すでにハルマゲドンは起きていたということになりますが、現実に私はここにいて、あなたはそこにいます。つまり、ハルマゲドンは起きていないということになりますが、そこで私は神の計画説を重ね合わせ、ハルマゲドンは現在、ペンディング中になっていると判断しています。ペンディング中です。それがどういう神の判断によるものかは私には分かりませんが、となると人間には希望がないのかということになりますが、希望がないわけではありません。ドクター・スティーブン・ M ・グリアー博士は次のような証言を残しています。つまりそれが私たち人間の未来イコール希望ということになるのではないでしょうか。Stephen M. Greer, M.D., wrote in his book Unacknowledged as follows. As I stated, the ETs have made it very clear that the entry ticket for human civilization to become interplanetary is first and foremost to be civilized, to live together peacefully, to renounce weapons of mass destruction,and to go out into space, free up weapon systems with a consciousness of universal peace. スティーブン・ M ・グリアー、MD は、次長、
アン・アカナレジティの中で次のように述べています。私がすでに述べたように、外惑星人は次のことを明確にしている。つまり人間文明が外惑星人になるためには、まず最初にしてかつ最大に、皆が平和に一緒に暮らすために人間自身が文明化することである。そのためにも大量破壊兵器を放棄し、宇宙の平和を守るという意識を持って宇宙に武器システムを持ち込んではならないということである。 War in space to replace war on earth is not evolution but cosmic madness. A world that's united in fear is worse than one divided by ignorance. It is now time for the great leap into future, a leapThat moves us out of fear and ignorance and into an unbroken era of universal peace. This is our destiny. It will be ours just as soon as we choose it. 地球での戦争を置き換えるための宇宙での戦争を進歩あるいは進化と考えてはいけない。狂気の沙汰である。このような恐れに結びついた世界は、無知でバラバラになっている個人より立ちが悪い。私たち人類は未来に向かって大きく飛躍する時である。つまり恐れと無知から抜け出て宇宙平和という未体験の時代に突入する。それが私たちが目指すべき運命である。そしてそれは私たちがそれを選択するや否や、今すぐ私たちのものとなると。The idea of any explosion in space by any Earth government was not acceptable to the extraterrestrials, and that has been demonstrated over and over. And what's the consequence? How is that different? I ran into them. You mentioned an incident which I later confirmed. A spacecraft went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. I am Lauren Ross Diedrichsen, Colonel, USA, retired.I got a Bachelor of Science degree, and then the Air Force sent me to Stanford Business School to study management, and then probably assigned me to Washington, D.C., and I served in the Chief of Staff's office shortly for orientation, and then they put me into the U.S. Atomic Energy Commission, where I became responsible for maintaining the inventory of the accountability of the nuclear weapons stockpile.And involved in the security and the, you might say, auditing the manufacturing facilities and the storage facilities for all the nuclear weapons in the U.S.
アメリカ空軍大佐ロス・デドリクソンの証言。私は AEC、 つまり原子力エネルギー委員会の議長と国防省の間の軍の連絡委員会の上級スタッフでした。私は陸軍だけではなく海軍、空軍、民間機関のほか CIA や国家安全機関、さらには私が開拓した他の機関の人たちとも知り合いになりました。そうした時代の間、私の職務の一つが核兵器の安全性をチェックするための全ての核兵器施設を訪問するチームに同行することでした。そういう中、核兵器の貯蔵場所やいくつかの製造施設の上に現れた UFO の報告を私たちは手に入れていました。そしてそういうことが連続的に続いていました。核兵器の上を飛ぶ UFO の飛行は大変深刻な問題として取り上げられていました。資料11を添付しますので、それを見てください。事実、そうした問題は目撃者が故意にそうした情報を流したりすると、あまりにも大きな政治問題あるいは外交問題を巻き込むことになりましたので、大変深刻な問題として取り上げられていたわけです。レーダーに UFO が捕捉されたようなほとんどのケースにおいては、航空機が UFO の飛行を妨害するためスクランブルがかけられました。それは私たちの政府からの攻撃的な反応ということになります。よく知られた事件としては1952年の7月の事件があります。その事件の時は私は光を放つディスクタイプのクラフトを見ました。その事件の後、フェルト海軍大将の下で核兵器実行計画の選択的指揮権のポストの責任者として連合司令官に就任しました。私は SAC 作戦の下、NORAD、 つまり北米防空総司令部とも連絡を取り合いました。そして核兵器の使用に関する作戦計画にも携わりました。他にも2例、私は UFO と核兵器に関する事件について知っています。2例のうち先の1例というのは1961年だったと思いますが、太平洋で核兵器を爆発させた時のことです。それは ET たちによって引き起こされたものですが、驚くべきものでした。なぜならその時、数時間にわたってどんな場合も太平洋上で無線通信が途絶えてしまったからです。電離層にまで影響を与えたところから、外惑星人たちがその爆発実験に関心を持っていたことには間違いありません。事実、 ET たちの宇宙船は磁場汚染が理由で航行が不可能になったからです。2つ目の事件は1970年代の終わりか1980年代の初めに起きたものです。その時私たちは核兵器を月まで運び、そこで科学的な測定のための爆発をさせるつもりでしたが、これは外惑星人にとっては受け入れがたいことでした。 ET たちはその武器が月へ到着する前に破壊してしまいました。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。繰り返します。地球のどんな政府による宇宙での核兵器の爆発は
外惑星人にとっては受け入れがたいものです。そのことは私たちが何度も何度も宇宙へ送り届けた核兵器がことごとく破壊されてしまったことでも示されていることです。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。繰り返します。アポロ13号は無事地球に帰還しましたが、その背後には外惑星人たちの協力があったからです。Went to the rescue of Apollo 13, and they accompanied Apollo 13 on their voyage around the moon and back to Earth. And on two occasions, they thought they might have to transfer the crew to their spacecraft, but they saw them safely back to the Earth. People were interested in the extraterrestrial technology, very much so. In fact, that was the time when Area 51 became notorious.で、結論ということになります。人間が恐れと無知から抜け出て、新人類として宇宙に飛び出す時代はすぐそこまでやってきています。それが人間が選択すべき運命ということになるのではないでしょうか。最後にもう一度、カナダ前国防大臣のホン・ポール・ヘレア氏の証言をお聞きください。私たちがなすべきことは、つまりは黄金律の確立ということになります。Former Prime Minister of Defense Force of Canada, Mr. Hon Paul Heller, stated at the Congress that UFOs are as real as airplanes flying over the head. This is a very shocking news, and also he said, at least two of them are probably working with US government. I believe other speeches that I learned about were long ago, called Tall White. This is a story about it. Thank you.To speak to a symposium at the University of Toronto, and I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. On Earth at this present time, and at least two of them probably working with the United States government. Other species that I learned about not too long ago was called the Tall Whites. To become spiritual beings and practice the one tenet that the world's major religions have in common, that is the golden rule.